ないって思いつつ、学校卒業してからなんだかんだで6年間普通に会社員をやってました。1年のカナダ留学を経験して日本に戻ったらどうしようとか、帰国前の旅行でお金も使い果たしてたので、また退屈な日常に戻るのかと考えてた時に知ったのがワークトリップという働き方でした。今まで経験したことのない職種で自分にできるのか、あと寮に入るってことは自由時間がないんじゃないかとか、ちゃんと教えてもらえるのかとか、同世代の人がいるのかとか、とにかく不安でいっぱいでした。多分最初は不安だとは思いますが、うちの従業員なり派遣社員さんも先輩がいるので、その方たちと仲良くやっていただければ大丈夫だと思います。心配しずに来ていただければと思います。実際来てみてお仕事を始めてみたら、意外と皆さん優しくて、先輩方もすごい気さくに話しかけてくれる方ばかりだったんで、今は何よりも楽しいなっていう思いが強いです。仕事は大変なこともあるけど、仲良くなった同僚たちと働くのが楽しくて、今はやりがいを感じています。次はどこ行こうかなって今からワクワクしてます。